ウィルディピストルは1970年代初期にウィルディムーアによって開発発売されたマグナム弾を撃てる自動拳銃である。ウィルディピストルは44オートマグの販売直後に販売されたマグナムオートである。発売当初はウィルディ45マグナム、ウィルディガスオートなどと呼ばれ、44オートマグよりも口径の大きい45口径をセールスポイントとしていた。 1979年に開発されたデザートイーグルよりも早く市場に出回っているが、知名度はあまり高くない。その後いくつかの光景を増やしてバリエーション展開するが最高光景で、475光景のため最強のハンドガンという称号は、50光景を打てるデザートイーグルに奪われたままの不遇な銃である。過去には、 重部品を販売するストガーコープより発売されていたが商業的に挫折、名門ウィンチェスター社との協力により発売元はウィルデガンズ社となった。外観は44オートマグに近くステンレス製のシルバーモデルのみである。ウェイトなしのヘビーバレルの上部には大型のクーリングホールが設けられ、バレルを除くスライド、グリップ部はガバメント系のカスタムモデルといった趣向きである。 44オートマグのバレルを先端を切り落としたガバメントにくっつけたようなホルームである。ガスオートという名前の通りガスオペレーションによる回転ボルト式のセミオートマチック方式を採用している。そのためバレルの付け根と下部フレームの間に細いガイドロッドが露出しているのが特徴である。この方式のためバレルの交換が容易で一部パーツを変えることにより 多くの弾薬に対応しており、専用弾の供給が遅れ商業的に失敗した。44オートマグと違い現在も生産されている。重心長は5から18インチまで揃っており、カービンモデルも存在する。使用可能弾は、45ウィンチェスターマグナム、9ミリメートルウィンチェスターマグナム、475ウィルディマグナム、45ウィルディマグナム、2003年から、 44オートマグモデルも登場した。ありがとうございます。